被災地支援競争とは、公営競技の主催者が大規模災害からの復興を支援するため、売上金などの一部を被災地の復興財源に充てることを目的とする開催の総称である。1995年の阪神・淡路大震災や2011年の東日本大震災など、日本の歴史上に残る災害の復興を支援する趣旨により開催される競争で、各主催者が収益を日本赤十字社や被災自治体などの関係機関に寄付する場合や、被災自治体が自ら主催し収益をすべて復興財源に充てることを宣言して開催する場合などがある。なお開催の名称については、各公営競技及び支援の対象とする災害の名称に基づくことから、様々な名称が付けられている。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は、東北地方を中心とした近代日本史上に残る大自然災害となり、国民的な感情を考慮し公営競技は相次いで中止が発表される。その後、予定通り再開されたところから段階を追って、被災地支援競争として開催された。各地方競馬主催者が精力的に復興支援活動を実施した。競輪平成28年熊本地震では、熊本競輪場が被災。地震以降の本場開催は休止中。中央競馬地方競馬5月1日から5月4日の4日間後合計8競争売上の売得金額の 1% 相当を義援金とする熊本地震被災者支援競争を実施。競馬場、場外発売所での募金並びに、職員の募金とともに、日本赤十字社を通じ被災地に寄付。4月22日第11競争歩くツールス賞の売得金 1% を場内での募金と合わせ、義援金として、日本赤十字社を通じて、被災地に寄付。5月4日、第9競争を、熊本地震被災者支援競争都市売得金の 5% を日本赤十字社を通じて被災地に寄付。合わせて場内への募金箱設置、船橋競馬騎手によるグッズ販売及び柏記念騎乗予定騎手の出品によるチャリティーオークションを実施を行いその収益を寄付。5月9日、第8競争を熊本地震被災者支援競争として実施し、売得金の 5% を、熊本地震神奈川金太郎募金を通じて、被災地に寄付。合わせて募金箱の設置、神奈川県川崎競馬所属騎手による、募金活動を実施。5月15日、5月17日の、計4競争を、熊本地震被災者支援競争として実施し、売得額の 1% を、義援金として寄付。合わせて募金箱の設置、金沢競馬所属騎手による募金活動を実施。5月1日、5月7日、5月8日のメインレースを熊本地震被災地支援ともに頑張ろう特別として実施し、売得金 1% を高知県が募る義援金に寄付。合わせて場内に募金箱を設置、5月4日に高知競馬所属騎手によるチャリティオークションの売り上げも合わせて、義援金として寄付。競輪オートレース。ありがとうございます。